TBS Podcast。TBS ラジオプレゼンツのポッドキャスト番組オーバーザさん、パーソナリティのジェーンスーです。堀井美香です。毎週金曜日夕方5時から配信されるこの番組、皆様今週もよくぞよくぞ金曜日までたどり着きました。本当にお疲れさん。毎回およそ30分私ジェーンスーと堀井美香さんが語らい、皆様からいただいたメールを読み、太陽の向こう側をオーバーと目指していく、そんなトークプログラムとなっております。はい。今日は気温はね、30度に満たないぐらいなの。27度とか8度。だけど湿気がすごいのと、うんうん、低気圧で、うん、誰と思って、ミカちゃんもだって栄養ドリンク飲んだでしょ。そうです。ユンケルってさ、すごいのあるの知ってる？この間さ、私調べて、たまたま見て調べてびっくりしたんだけどさ、はい、なんか1本4000円ぐらいのあるんだよね。あります、あります。スーパーユンケルみたいな。ありますよ。それ、なんか昔の構成作家のおじさんとかがよく言ってたんですけど、うん、マムシの血を飲ませるところが、うん、あったって言ってました、うんうん。マムシの血って聞くの、それイメージトークじゃない完全に。いやいや、マムシの血を飲ましてくれる店があったって言ってました。そうなんだ。ね、日曜日はちょっとご一緒させていただきました。そうなんですよ。日曜日ガンプロ行ってきました。先週格闘技に行きますなんて言ってましたけど。はい。ついに。ついに。大田区総合体育館。はい。行きましたよ。ええー。感無量ですね。いやー、本当に一年ちょっとしか見てないけど感無量です。本当に私なんか最後もう泣いちゃって、そうっていうかさ、私たちの人の物語のっかり組み具合がすごい、そうひどいひどい、本当に私なんかその日行っただけだから。いや、そんなことじゃない、何回か行ってんじゃん。まあ行って、まあ何回か行きましたけど、ああいう大きい大会とか、まあずっと別に追っかけてたわけでもないし。うん、結構要所要所であなたは見てるよ、ちゃんと。そうですね。うん、あと、スーちゃんから情報もちょっといろいろ聞いてたりとかして、そうそう、だけど、最後の最後も泣いちゃって、もう本当に私、もうさ、私、プロレスって続けてればなんかあるんだな、とか思っちゃって。私やっぱりまだできてる9年の団体で続けるもの続けてたら何かあるんだなって思っちゃって、あと私はやっぱりどうしても高岩あたりにツボが来るわけね。高岩さん最高。皆さん分からない方もいらっしゃるかもしれませんけれども、はい、潮流軍高岩選手のですね、ちょっとなんだかああいう人いたじゃん。あとちょっと清原にも似てますよね。それ清原が似せてきたの。高岩が似てんじゃなくて清原が高岩に似てきたの。ちょっと太ってでも優しいでしょあの人。絶対そう。あの方優しい。ミカちゃん、ミカちゃん優しいでしょ、なんでしょ。うちだと同い年だから。そうなんです。高岩うちだと同い年だから。ああ、なんか頼りになる先輩みたいなもんでしょ。推しとは違うんだけど、うん、あ、なんか子だからを見つけたみたいな、私。この人すごいなと思って見てました。何回か前の、うん、そのガンプロに連れてってもらった時に、うん、それいろんな入り乱れてのなんかプロレスだったと思うんですけど、はい、いろんなチームが出てた時に、なぜかエレベーターで高岩さんと待つのが一緒だったんですよ。ああ、それどこだっけ？それで、はいはい、板橋だ。二人だけで待ってたの、二、うん、人だけで、うんうん。あっちの方ね、板橋の、はい、アットホールの方だ、はい。それで、二階か三階目が会場で、一、うん、階になんか飲み物があるとか、そういうことだったのかしら。はいはいはい、うん、で、二人で待ってて、うん、ジェントルマンだから、高岩さん。うん、知らないじゃん、私たち高岩のこと何にも知らないじゃん。タカちゃんはジェントルマンだから、本当に私が後に来たのに、うん、私が後に来て高岩さん先にもうお待ちになってたのに、いや逆じゃないですか、高岩さん先にお待ちになってたのに、何で知ってる人みたいに喋っちゃったのね。お待ちになってたのに、うん、ボタンを押して私を先に乗せたわけよ。さすが。だからもうこの人ジェントルマン、体は大きいのにジェントルマンと。高岩達人さん、年齢50歳です。1972年まで。同い年だったか。すごい、なんかさ、あれですよね。いや、何の話か当然わかんないと思うんですけど、私がですね、去年ぐらいから、まあ自分がもともと応援してる青木真也選手っていうのがいて、それは総合格闘技の選手。去年私たちが一触即発したわけではないんだけど、なぜかそういうふうにこうね、皆さんとしては、熱々のあんかけ会と言われてる、プロレスについて語った会ですね。プロレス格闘技の会があって、そこで、あのくらいの頃には通い始めてたんですけど、いろんなプロレスをちょこちょこ見に行った時に、頑張れプロレスっていうプロレスが面白いって言って、ミカ、はい、ちゃんとか、あと私の別の友達とかとちょこちょこ見に行くようになって、で、
高岩達人さんはもともと新日のプロレスラーの方なんですけど、はい、今こう、はい、ある種のメンターとしてガンプロにも参戦していただいてるんですが、はい、で若い選手も若い、まあ、30代40代の選手も20代の選手もいるしね、いろいろいるんですけど、なぜかやはりですね、私たちおじさんにわしづかみにされるという。高いわ。もうハンカチこう噛みながら高ちゃん頑張ってお願いします、うん、本当にね思ってました。写真撮ってたもんね。はい、あ絶対本人届いてると思うよ。ノーリアクションですね。ノーリアクションだけど見てると思う。推しってこういうこと。そうそう。だけど高岩達人選手はすごいよね。何があってさ、はい、清原とかさ桑田とか余裕で呼び捨てできんじゃん。ああはい。でもで高岩も高岩って呼びたいんだけど、はい、なんかどっかで怒られるかもと思う気がする。高岩さんです。そうそう。だからね、さんっていうとまたちょっと違うじゃん。なんか高岩さんが先にいらしてたのに、でも完全に仕事仲間じゃんそれ。おいで、はい、だから、まあ、高岩選手、ね、なんですけど、私たちはそれもずっと見てて、で、あの、ガンプロのね、うん、メンバーが、で、私たちは、うん、創立9年だから、そんなに長い団体ではないという、うん、いうことなんですけど、結構、ね、何があって、これ聞いてる人にも、現場にいる人いるんですよ。はい、だって、私たちが座ったさ、はい、席の、前の人が、私たちがベラベラ喋ってたら、後ろわって振り向いて、うわ、びっくりしたって言われて、え、何って言ったら、オーバーザさんリスナーって、ガンプロ流行ってるみたいな。え、前にリスナー座ってるってどういうことっていうね。大田区でね。いやでもいい人だったね。なんか、そっから特に何もね、はい。いや、私たちのこう、怒号とかもちゃんと聞いて。そうでしたね。罵声とかもこう。いや声をね、そう、出せたんでしょ。そう、初めて。あの、コロナ、私が見始めた頺って、拍手だけだったんだけど、横断幕もダメ、紙テープもダメだったんですけど、紙テープも横断幕も OK になって、声援もマスクした上だったら OK っていうのになって、まあ、一言橋みたいなもんだったよね。席はぴったりくっついてはいなかったけど、でも団体9年の、創立9年の頑張れプロレスなんですけど、私たちはここ1年半ぐらいしか見てないのに、ものすごい勢いで乗っかって、最初から。ひどい、ひどい、ひどい。人の物語にもう馬乗りになって。私なんかもう高岩さんが出ていらっしゃる、うん、外に出ていらっしゃるとき、うん、あ、高岩さんが傷ついたとき、私はその何倍も傷ついてしまう。高岩さんに何かあったら私の目なんか息を目が止められると思ってデスバレーボムそう危険な技もでもあの高岩さんが入っていただいたことによって、はい、物語がどんどんまた動いていって、はい、私たちはですねまたこう比較的あなたねちょっと 2,3 回しか言ってませんみたいな顔してるけど涙が日が暮れる日が暮れ酔っ払いだよ本当に。高岩さん1日8本ハイボール飲みます。500ml のハイボール1日8本飲んでスーパーのうなぎを買ってきてインスタの写真はほとんどうなぎです。うなぎとハイボールの写真ばっかりです。そういうとこがいい。最高です。まあでもね大岡代表がいて、はい、で、あ、そうでした。大岡代表とが、はい、今成美人さん選手と2人で1万5000円で立ち上げた団体が、はい、立ち上げた団体ここから辺から乗っかる乗っかるって知らないのに知ってたかのように知ってたか大体私なんて大岡さんとか知り始めたのつい最近なんで。でも一番最初から見てた時からいたじゃん。あ、はい、行った場所も行ったでしょ。はい、行きました。もちろんあのだから大岡さんと今成さんっていうお二人がこのガンプロを本当にないところから立ち上げ見上げてきたっていうのは私もストーリーとしては知ってるんです。 ねえ勝手にナレーターやんなよ勝手にナレーションやんなよガンプロのストーリーストーリーとしては、まあ、知ってるんですよ、うんうん、私も一応そうですよ、ね、はい。そこに勝手に哲学とかやっぱり意味を見出してるわけ。私は私でね。で私は私で。で私たちすごい勝手にやっぱ人の物語に乗らせていただくっていうのは本当に楽しいんですよ。はい。であと人が成長していくのを見るっていうね。本当に楽しい。あなた勝手に不敬代表みたいになってたもんね。そう。よくぞ大きくなってここまでしたのよ。大きくなって。って泣いてそう本当にボロボロ泣いててあなたよかった2人で卒業式の父兄みたいになってたんでねどうもこんにちは大して年離
離れてない。大岡さん44とかでしょ。だから、大岡さんもそんな、高橋さんもそんな離れてない。でもね、別にこう、だからなんだってこともなく、遠くからね。で、今まで、大してよくも知らないのに、子さんの人とかもいっぱいいるさ。もちろんもちろん。ところに、私たちが、うわーって入ってったら、はい、絶対嫌な感じになるなと思って、はい、っていうのもあり、こう、ちゃんと一年はびったり見てから、はい、人に言うんだったらね。あ、なるほど、そういう配慮があったのですね。そう、だからほら、あなたは。新日が好きですって言ってもさ、別になんか、はい、あっそうって感じだけど、はい、私は、その、昔アイドルグループとかのプロデュースをした時に思ったんですけど、運営側からしたら、なんかこう、他の仕事してる人が応援してくれるっていうのは声が広がるから、まあ嬉しいわけですよ。だけど、応援としての質っていうのは一個一個は変わんないわけじゃん。うん、誰が拡散力があるかとかっていうのはもちろんあるかもしれないけど、うん、一人一人の応援する熱量とか、真剣とか思いってのは違わないわけで、うんうん、ともすればもう、一丁髪の芸能人とかの方がよっぽど軽いわけで、うん、そう、子さんが嫌な思いをするっていうのを私は散々それ見てきたので、うんうん、とりあえず黙っとこうと思ったんだけど、うん、大田区を前にしたら、ここで黙っているわけいけない。でもあなたもこうツイート上げてましたけど、こうすごくちゃんと、それぞれの選手の特徴をね、そう、はい、して友達から連絡が来て、ね、お前って選挙速報、テレ東の特番じゃないんだから。でもあの気持ちもわかります、うん、こう、新人として、やっぱりね、ちゃんと情報を伝えるっていう。やっていく。はい、一番前にはね、最古さんの人たちが座ってんです。最古、まあ、最古さんもしくは、うん、まあ、新しい、私より後に、うんうん、好きになった方もいらっしゃるけれども、うん、一番前の人たちが一番高い熱量でやってらっしゃるので、うんうん、私たちはその人たちの背中越しに見せていただいてるっていうつもりでやってますけど、うん、はいはい、私なんてほらプロレースな、よく分かってないので、うん、今やっぱりその人となりにギュッとこう焦点が当たってしまうの で、ね、うん、ああやってやっぱり一生懸命やってる人を見るのって本当素晴らしい。私はそうですね、はい、でもエンターテイナー、大田区に行ってよかった、うん、本当で大田区行ってよかったよね、はい、でもエンターテイナーとは何かっていう、で私たちもほらだんだん見てるうちに厄介になっていくからさ最初はなんか頑張れとかなんとかとか言ってたのに、どんどん厄介になっていって、うん、もうちょっとさみたいな、うん、こう頑張ってほしいよねみたいな、うん、私たちが勝手に大林さん終わった後に話してるって誰にも届かないいいんだと思います、うん、はい、あの子はさ、とかさ、あいつはさって言いながら人の物語に乗っかりきったよね。そうですね。大田区総合体育館までの物語って9年あったうちの1年半ぐらいしかさ今一番ボーンとボーンとなった時に乗っかりました ね、申し訳なかったですけど、いや楽しかったですわ、うん、まあ私たちもそうやって人の物語に乗っかってですよ、いろいろやってきたわけじゃないですか、うんうん、でも4時間だよねあれね、はい、2時からそうなんです、まあ、4時間試合あったわけじゃないですか、はい、でなんかどの試合とか覚えてるのあります、なんかこれが良かったとか。私はあの綺麗な方、春日さんだ。そう、あなたいつも言ってるもんね、それ、はい、春日もやった、あの人すごいんだよ、すごいんですよね、だって試合終わった後その後ナックファイブ行って朝まで生放送やってんだよ、すっごいですよね、私絶対無理、だから DJ でありその後だから試合すごい、だからラジオパーソナリティ、プロレスラー、気象予報士なの気象予報士なの、気象予報士ってめっちゃ試験難しいんだよ、難しいですよ、でなんで気象予報士やってラジオ DJ でプロレスラーまでやってるのか分かんないけど、髪の毛の下の方ピンクにしてたね、そう、あと新しい人だったね、すごいスタイルもいいし、でも強い、強いのよ、びっくりしました、本当にいつもねやってるしね、うん、あとゆりちゃんもさ、はいはいはい、入ったばっかりの、はい、若い子、はい、赤い衣装の子、ね、でも産んだかなって気するよね、あれぐらいの子見るともう産んだかなっていう気になりますよね、はい、だからなんか女子も頑張ってるなと思って、うんうん、そうだよね、女子も頑張っ、うん、マナセも頑張った、マナセさんもすごかったですねあの他の人たちは途中からハッて気がついて、うん、全部選手とかさんとかつけたのに、うん、マナセがマナセツイッターにマナセ本当すいませんと思いながら、マナセさんもなんかすごいやっぱ貫禄があるなって思って、春風ちゃんも可愛かった、ね、っね、あの わしらの好きなお箱があの日は出てなかったの、そば のコーナーまで来てクルンっていうのがさ、はい、ビヨンっていうのがあるんですけど、はい、女子もね頑張ってるんですね、女子もそうだと頑張れ、でも男子もほらあの同世代おじさんとしては勝村選手が、はい、鈴木みおりと戦って頑張ってましたし、はいはい、いろいろあんのよ、ね、翔太も頑張ってたしさ、ね、やだどうしても土地で呼び捨てになっちゃうんだよね石井入江
ていう私の大好きな残忍な二人が第一試合からだったんですけど、はい、石井選手あれか何入場曲変わっちゃったんだよね。私前のやつの方が好き。てれんて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 んっていう、あの、てれれれれれれみたいな和物みたいな方が好きだったんですけどって、そんな話聞くのよ。そう。いやでもちょっと共感します。一人一人に共感しますね。でも何が面白いってさ、うん、見てんじゃん。で、十何人とか、まあ二十何人とか、大体によって違うけど、一人の物語がこうクライマックスに向かっていくと、よーく目を凝らしてると、違う物語がもぞもぞって動き始めてるのがなんとなく見えるんだよね。はい。これ来るぞ次ってさ、うん、別の選手のそうですね、はい、いいもの見させていただきました、はい、私たちも明日から頑張ろうって、ね、そう本当にそうなるんですよ、うん、だからたまに必要なんです。全部の選手にこうね頑張ってください。いや本当そうです。とにかくでもビクビクしてたらもう子さんの人にあいつうざいって言われたらもうさ現場自体がそんなに大きくないからさすごい何千人みたいな現場じゃないからさ。でもあなたのことも皆さん分かってるんじゃないですか。いやでも気づいてないみたい、気づいてなかったみたいだよ。あそうですか、うん、てか現ファンの人たちで何人かは気づいてたの。みんないい人だから、うん、だからちょいちょいなんかまあそのエゴサとかしてるとちょいちょい嫌な気持ちになってる人もいたんだけど、うん、その人たちはガンプロ現場の人じゃなかったので、うん、もう その外の人たちだったから、うんまあしょうがないかと思って。でも現場にいる人たちはまあほぼ毎回私いるしさ、うん、でその人たちもほぼ毎回いるから、うん、誰だか分かんないかもしれないけどいたりとか、あ誰だか分かってても黙ってたりとかしてくれてたんで、うん、だインスタの DM とかでたまに、うん、今日隣でしたみたいなさ、あそうかそうか、とかで、でも分かってる、あなたがずっとこうやってちゃんと応援してきたっていうのは分かってるんじゃないですか。そうでもなんか私は言わないようにしてるのはなんとなく空気で感じてくれて、うんうんうんなんだよね。私は突然現れてやっぱり最後 の今成さんが一人でこう、うん、あの立ってるところで号泣するって、うん、お前なんだお前横取りもし横取りしすぎだろっていうもう号泣しちゃってあこんなに立派になってって大体最初知ってんかっていう最初知っとんかっていう話でね本当にもうそういうやつなんですよ、ね、いいとこで泣いてすっきりしちゃって。そうですね。いや頑張って本当に号泣してたからね。私たちさ横席横一列でドラーって撮ってさ横一列おばさんがブワー並んでさ大岡さんが最後こう、うん、あの、うん、顔がアップになるわけ思って大岡、ね、いい顔してるどんだけ知ってんだお前何も知らんわって喋ったこともないわ接触並んだことないわ。本当すいません完全に遠くから出てあの何や本当にここに来てあのね、うん、言うのもなんですけど、まあ私はあれですけど、はい、お兄さんユニバースの会員ですからね。ユニバースっていうのは配信なんですけど、はいはい、レッスンユニバースっていうあの、はい、配信で見られるのがありまして、はい、で、そんなにまだ見てないけど、今日の試合ここが良かったよみたいな話をすると、はい、そうだ、それで思い出した。ちょっといろいろそこからまた見忘れてたのがあるわ、試合。そうですか、見ないといけませんね。そ、まね、その後ノアにも行かなきゃいけないし、はい、今後を見に行かなきゃいけないし、でも思わぬ、だから私もまさかプロレスを見るとは思いませんでしたの で、ね、本当に生きてるといろんな刺激がありますね。そうですね。なんかうなぎさやかちゃんがそのっていう選手が、スターダムからいらっしゃってたじゃないですか、でやっぱもうすごい花のある支援されてて、あれでやっぱスターダム行きたいって言ってた子何人も一緒に行った子の中にいたし、あと知ったり友達がさ4歳の子供出てきたわけ。連れてきてました、はい、で4歳児プロレスで3時間、うん、あれ何ですか2時から3、4時間やってたよね。4時間やってたよね、はい、で子供が4歳じゃ4時間プロレス見るって結構きついから大丈夫かなと思ったんだけど、うんうん、めちゃくちゃ集中して見てて、はいはい、もうすごかったよね。自分で見て前の方行って暇なりって言ってて暇じゃないよと思いながら何って突然あんたも突然乗っかってきたねと思いながらスリーカウント取れなかったああって言ってて、ね、そうなんかとりあえず誰かが言ってる言葉を耳で聞いてカッチューミだーとかもなんかこう聞いたそのままで前を言ってたね。はい、なんかもうお母さん40なんですけど当たり前ですけどプロレスやりたいんですって、突然見て私もやりたいですって言ってて、まあ、でもなんか、まあ、私たちちょっと相当この準備体操とか事前準備をしないとやばいよ無理だよ難しいですけど私たちなんか何だったって新しく人を好きになっただけで膝に来る軍団だよ私たち膝軍団だよ私たちあと私一日寝ただけで首が痛いからそうだからやっぱり首を使うことはちょっと難しいんですよね。そうよ首が強くないとねっていうのは
でも面白かったね。なんか横一列ブワーっておばさん並んでさ、はい、すごいですね。マイクロバス出そうと思ったもんね、私たちで一瞬ね。でさ、その話でさ、もうさ、こうなったらストレッチリモで行こうとか言って冗談で、ストレッチリモでバーンって行こうと思ったら、ストレッチリモが8人までしか寝なくて。ああ、そうなんですね。そうそう、私17人だったじゃん。そうなんです。すごい。あなたのその集客力もすごいですね。いや、違う、だからみんな物語に乗るのが異常にうまくて、行くわ。知らないじゃんって。でも初めての人いなかった。あ、初めての人いなかった。まあ、そう、みんな、うん、だからみんな本当にたまに会うおばさんみたいな、あ、どうもどうもっつって。じゃあちょっとこれおばさんでもいつかいつか行くぞ。ツアーを組んで、ツアーを組んで、ね、大迷惑。本当ですか。それだったら宝塚なんとか公演みたいな、J、なんだから宝塚のさ、そうです、なんだっけ、あれカードの会員だけが見れるみたいな、はいはいはい、私おばさんの会員だけが見れるガンプロ。迷惑、スーパー迷惑。団体にとっての大迷惑。でもみんなお金持ってるよって。やめなさいよ。お金持ってるよ。グッズをね。楽しかったですね。楽しかったです、はい、頑張れプロレスの皆さん本当にありがとうございました。お邪魔しましたね。ツイートしたり T シャツも着てらしたし、はい、これからもですね、そーっと見てますので、うん、怒んないでください。とにかく怒られるのが嫌だ。仁義切っとかないとね。そうね。とにかく怒られて、誰にも怒られたくない。うんうん、こっそり やっときますんで。うん、売店も並びませんので、お願いします。そうです、そうです。さっと来て、さっと見て帰りますんで、本当に。許してください。何の害もなく。そうですね、うん。勝手に感動してますので。そう。あれ面白かったね。はい。そう。っていうのをやってきまして、うん、暑い中ね。でもやっぱこう、うん、大畑さんもそうじゃないですか。やっぱり人の物語っていうのに心を揺らしていく、うん、そう、みんなで乗っかり合って、そう、そうだよ。そう、私、あなたもあなたもエンターテイナー。人の物語にちゃんとこうね、共感していく。ないの、美香ちゃんの物語は。私ですか、うん、私特にないですね。そんな、だって今いろんなさ、取材とかさ、ウェブサイトとか雑誌出てるじゃないですか。そうです。あ、もちろん、だからそう、お仕事の面は本当に充実してます、うん、なんかいろんな、うん、ね、各もう予想もしてなかったようなお仕事をいただいて、うん、おーって、うん、ただやっぱりこの、なんていうんですか、身の回りプライベートなことに関しては本当に家に帰ってカップ麺食べて寝る、起きる、ジャンボコーン食べる。あのさ、お母さんぶつよっていうやつだよね。ポリ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 ジャンボコン、今日のやつも食べる、うん、で、仕事する、小腹が減るからマックに行ってポテト食べる。今に至ってるっていう、炭水化物しかない、本当に切ない毎日ですけど、でもまあお仕事が楽しいのでいいかなって感じです、うん、なんか思ったんですけど、堀井さんは私以上に着る服が決まってた人じゃないですか、はい、全部制服でぐるぐる回して、はい、もちろんお休みの日とかはね、トレーナー着たりとかもあったんだと思うんだけど、基本的に人前に出るときはこういう格好ってんで、そうです、ね、サラリーマンでやってたのが、はい、スタイリストさんがつくから、はい、思いもよらない服を着て、出てくることが増えたじゃないですか。そうです、そうです。最初の頃は借りてきた猫みたいだったけど、はい、だんだんやっぱこなれてきたね。あ、そうですか。うん、なんかいろんな格好をしてる堀さんを見るのが私は結構今、文章より楽しみです。嬉しい。インタビュー内容大体話してんだよ、別に。読まなくても大体話してる、この話って感じなんで。そうですね。ね。はい。なんか、お洋服をだからそのままね、着ないのももったいないので、うん、着てくるようにしているんですけど、うん、そうすると変わった洋服が、そう、ね、長いスカートとか履いてこなかったですもんね。そうよ、はい、見たことなかったのがさ、最近ちょっとまた長いスカートとか履いていらっしゃるじゃない、そうです、だってやっぱりそのメディアに出た時にスタイリストさんがついて、はい、この間のストーリーとかもそうだし、はいはい、最初のうちはなんか、美香ちゃん普段着ないような服着てんねみたいな感じだったけど、うんうん、なんかさ、この年になって新しいことってよっぽどじゃないとしないじゃん、うんうん、服なんか特にそうじゃん、はい、でもそこに力が湧かないから、そうだし、めんどくさいしとかなっちゃうけど、うんうん、やってみると意外と楽しいよね。そうですね、うん、まだこう人にあてがられたのに順応してる感じで、自分からは言ってないですけど、うん、積極的にはね、うん、メイクとかもそうじゃないですか。あ、そうですね、人にやってもらったりすると、うんうん、あ、こういう顔になるんだと、うん、なんかね、私思うんです、やっぱいくつでも同じなんですけど、特にアラフォー、アラフィフぐらいになると、もう誰も注意してくれないが起こるわけじゃないですか、はい、はい、で
注意してくれないし、その、似合ってても似合ってなくても、まあその人らしければそれでいいから、全然いいんだけど、いいとか悪いとかじゃなくて、単純に冒険として、うん、なんて言うんだろう、私はこれじゃなきゃダメっていうところをアウトソースするっていうのは、うん、ありだなと思うんですよね、うんうん。食べるものとかもそうじゃん。なんかもう絶対さ、うん、行く店とかも決まってんじゃん、家のそばとかで。うん、そうそう。やっぱ誰かに決めてもらってそこに行くとか、うんうん、なんかこの間私、仕事場のそばでアラビア料理があって行ったんだけど、何が食べられるか分かんない。まあ、アラビア料理って何ですか？フムスだったりとか、ひよこ豆の、そうそうそう。だからモロッコとかああいうのとも近いところもあるんですけど、したらさ、めちゃめちゃ美味しいのよ。なんか、アラビア料理って言われて、まず舌に味が来ないじゃん。うん、だけど、意外と香辛料とかで難しい感じはなくて、うん、まあ日本のローカライズされてるのかもしれないけれども、うん、食べやすいんですよ。うん、でも、結構、その町に住んでない人も含めて、うん、シリアの方が店長なんだけど、話聞いたら、シリア人の人たちがみんな来て食べてたから、多分地元の人、なんだ、本場の人にも愛される味なんだと思うわけ。そうすると意外と、本当に、うん、我々なんてさ、新しい舌じゃないじゃん。はい、正直、はい。だから、難しいもの結構食べなかったりするけど、そんな私たちでも全然、うん、美味しいのよ。ナスのサラダだったり、なんだったり、意外とちょっとこう、なんていうの、親しみを感じるものがあったりさ。うん、あと、パセリのサラダっつって、うん、私たちってパセリって全部付け合わせじゃん。だけど、パセリがもうどっか、全部パセリなの。だから、我々が言うとこのレタスとか、キャベツの感覚で全部、はいはいはい、美味しそうでも。で、めちゃめちゃ美味しいのよ、それが。美味しそう。私たちパセリこうね、使わなかったり。細かく刻んで。そうなの。へえ、あれごと食べるんじゃなくて、ね、じゃなくて細かく刻んで、あのブロッコリーみたいな状態じゃなくて、でパセリなんてさ超知ってんじゃん、はい、でも後回しじゃん、はい、付け合わせみたいな感じ、うん、だけど、うん、主役になってこんなになると知ってるパセリがこんな美味しいんだと思って、うん、もうやっぱり、ね、自分から突っ込んでったりとかしないとダメ ね、 ね体験にね。うん、パセリ一生食べることないもんね。そのてかそて私マジでその日今まで食べた分のパセリを超えたその日の一食分だけで過去49年食べてきたパセリの量を軽々超えた。美味しそう。おかわりくださいってぐらい美味しかった。あ、そう、うん、そうなんですよね、まあ、いわゆる食わず嫌いみたいな、なんか今までね、そうそうそう、なんか全然だから自分の生き方と違う人と一緒にいたりとかするとすごいありますよね、うん、面白いですよね。そうで、なんか思ったんですよ、まあ、その我々はエンターテイナーみたいな話をさ、人のエンターテインメントに乗っかり自分をエンターテインし、うん、そして私自体をエンターテイナーとして見てくれる人にを楽しませるみたいなことあったんですけど、うん、やっぱりなんかでもね、ほら前ちょっとだあの何回か前かにさ、うん、打率の話打率じゃない運と縁の打率の話ってじゃん、3割3割3割で打ってたら3回目でもうゼロになっちゃうよっていう話したと思うんだけど、うん、それともまた近い話ではあるんだけど、やっぱりあなたも私もこうやってその人様の時間とかお金とかをいただく仕事をしてるわけじゃない、はいはい、で人様の時間とかお金をいただいてる仕事してる仕事って実はほとんどそう、バックオフィスとかじゃない限りほとんどそうなわけじゃんって言った時に、やっぱり人を喜ばせるっていうことに対して敏感な人は売れてんなっていう感じがした。うんうんうん、なんかいろいろこう、なんかこういう仕事、ね、出役の仕事もし始めて、なんかしばらくしていろいろ見てると、まあお店とかもそうなわけよ。うん、結局はその別に接客の態度がいいとか悪いとかだけじゃなくて、慣れ慣れしいとかそういうことじゃなくて、うわーっていう人を喜ばせることをできるところは残ってるし、うん、人も、ほんと細かいことなわけ。うん、ほんと細かいことだけど、うん、別に大きなことで、なんだろう、滝壺に上から飛び込むところを見てもらって人を喜ばせるとかじゃなくて全然よくて、ちょっとした連絡だったりとか、うん、ちょっとした声かけだったりとか、うんうん、見て、なんかその軸で見ていくと、うん、だんだんそれが見えてきて、うん、あ、やっぱ人を喜ばせるってことに関して敏感な人は、残ってくる。自分のことしか考え、うん、結局どうやったら自分に注目が集まるんだろうとか、どうやったら自分の、お店が繁盛するんだろうとか、どうやったら自分の書いたものが売れるんだろうとかっていうことに意識が取られてると売れないんだよね。うん、あと自分は自分のことをやるみたいなのもやっぱ、うん、それはそれで やりゃいいと思うけど、うん、7月はそれすごい考えてますね。6月、7月は、うん。なんかたまたまそういう機会が多かったの。うんうんうん、うわぁ、すごい
また来たいなこの店、なんでだろう、あ、めちゃめちゃ喜ばされたからだとかさ、うん、でもそれって別に媚びへつらうとかそういうことは全然なくて、うん、うわーっていう空間を作ってくれるとかもそうだし、うん、なんか、うん、私はあのだんだんほらなんか嗅覚がさもう一個のものしか嗅がなくなってきたっていうか、うん、比喩の話だね、それね。そうそうそう、うん、だから今回の例えばプロレスもそうだけど、うん、なんかそのパセリの話もそうだけど、うん、全く予期しない新しいものが誰かから与えられると一皮むけるっていうか、うん、新しい、そう、ね、そう、うん、あ、全部やっぱり自分で選択してきたし、うん、もう他のもの寄せ付けなくなってきたし、うんうんうん、だからそうなんだよね、思いもよらないものをあてがわれると、うん、割となんかこっからまたなんか新しくなれるんだっていうのはすごくわかります、うん、ね、うん。この間びっくりしたんだけどさ、うん、友達のさお母さん85歳で、うん、ネットフリックス見てんだってずっと、ずっとネットフリックス見てんだけど、うんうん、その友達が家に帰ったら、あなたビヨンセって知ってるって言うんだって。で、お母さん何って言ったら、あの、私がほら、この番組でも何回も進めてるホームカミングっていうさ、マキ、スーパーマキヘンデーのさ、あるじゃないですか、あの、ライブドキュメンタリー。あの、おすすめのたどり着きで、あれにたどり着いたじゃん。うん、ビヨンセが知らないの、うん。で、すごい感動したんだって。うん、で、すごい良かったって、あなたビヨンセって知ってる、どんな人なのって聞いてきたって、うん。85歳でホームカミング見て感銘受けるって、よくすごい迷い込んだね。ね、迷い込んだっていうね。多分80歳の方どういうものを見てるか分かんないけど、うん、おすすめで出てくるのってさ、そうなんだ、なんかのアルガリリズムの多分いたずらがあったのよ、なんかいたずらで、私はもうそれ全然関係ない話ですけど、うん、あの亀次郎っていう佐古さんのアナウンサーがやってる映画をね、うん、見に行ったんですけどね、うん、で見てたらなんか最初になんか大漁旗とかが出てきて、うん、で海のやつでこうバーってこうオープニングから海でなんか漁船がバーって集まってきて、大漁旗で、うん、あ、すごい、なんか亀次郎っていうのは沖縄のね、はい、あのその反戦で、うん、まあすごく頑張った政治家の物語を、はい、それかつていらした方を佐古さんがずっと取材してドキュメンタリーでまとめたものなんですけれども、最初なんかさオープニング入ったらさ、大漁旗とさ漁船が入ってきて、わーってみんななんか歌い、なんかそう壮大にさ漁し始めたから、まあこういう沖縄のカットから始まるんだと思ったら、それクジラのなんか映画と間違えて私もさ相当バカだからさ相当バカだから10分ぐらいしてからさ、あ、これ捕鯨反対の映画だっていうのをさ気がつくんだけど、もうその頃にはさ外に出られなくてさ、わーわーって思いながら迷い込んで間違えて入ったんだけど、結果私も初めてその、うん、捕鯨とかそのクジラっていうことに対して考えたわけ、うん、その時になんで泣いてんの、なんでクジラの話しながら泣いてんの、だから初めて考えたわけね、捕鯨とは気がつかなかった、文化とはっていうね、そう、うん、気がつかなかったから、今何を言ってるかというと、うん、自分のこう気がつかないままに迷い込んで、うん、はって衝撃を受けることってあるから、はい、そうだからアルゴリズムなんかクソくらい楽しいですよ本当は。 そこを探したらまた自分のなんか好きな方向に行ってしまうんだけど、うんうん、探さずして与えられるものを素直に感動できるといいですね。わかる。やっぱそこで自分たちが取りに行かないものと出会った時っていうのがでかい、うんうん、でどちら年齢を重ねれば重なるほどなくなってくる。さっき言ったガンプラ見に行った4歳児の子は親が連れてくわけだから自分の意思なんかほとんどないままにプロレス4時間見させられたわけ、うん、でも親としては1万2000円ナンパンマンションより集中して見てたって言ってたから、彼らにとってはそのバーンっていうさすっごいショックだったんだって。1万2000円払ってアンパンマンションはすぐ集中力切れたんだけど、こっち全部ずっと見てたって。で彼女だったらバーンっていう、それがさ、出会いだったわけじゃん。で4歳はあるよ、これからもずっと。うん、でも40歳はないのよ、ね、やっぱり。ないよね。自分で選ぶからね。そう。で、私はこれダメだからとか、私これが好きだからってなっていくわけじゃん。で、自分の好みを分かっていく、自分を知るというのはスーパー素晴らしいことだけど、うん、その先よ。うん、どうやっていけるかって、自分どうやって自己拡張していくかっていうところで、うん、85歳でホームカミング見て、あなたビヨンセしてるっていう人にやっぱなりたいじゃん。うんうんうん、たどり着きたいよねそこにね、うん、
そうですね、アルゴリズムクソと思うけど、うん、なんだろうね。2022年も下半期に入りましたけど、だここで新しい出会いどんなものと出会いたいですかとか言ってる時点でもうダメなんだよ、ね、やっぱりどんどん来て外に出てってバーンってこう、なんていうの、あの海岸線でサンドイッチ食べたら上からカモメにガーンって攻撃されたみたいな、そういうでトンビにこう持ってかれたぐらいの、それぐらいのインパクトが欲しいよね。そうですよね、うん、そうなんです。突然現れるんだよ、きっと。突然で、なんかさ、例えばじゃあそれが面白かったから、じゃあ次のも見てみようみたいな感じで、例えば落語見に行ってすっごい面白かったって言って、じゃあ次の落語見に行こうって言ってもピンときたり来なかったりとかするじゃん、うんうん、プロレスとかもそうだから、別の団体とか見に行って、じゃあわーってなるかっていうと、ここはちょっと私向きじゃないなと、うんうん、あ、ここはすごい楽しいなとかさ、うん、あるのと同じで難しいよね、なかなか出会えないもんね、うん、なんかそうね、だから周りでそうやって教えてくれる人に乗っかるっていうのはいいですよね。乗っかる、やっぱ人の人生に乗っかってくるのはそれでありなんだね。そうそうそう、うん、うん、人のエピソード、人の趣味、人の思考に乗っかってみるっていうのをね、うん、でさ、大場さんといえばさ、小遣いじゃない、はいはい、人のそれぞれの話に乗っかるとかもあるんだけどさ、乗っかるだけじゃなくてさ、うん、助けてくれるわけよ。はい、おばさんネーム四十からさん覚えてる？はい、あの、もちろんです。娘が一人いて、元夫からの DV で家を出て、行政の方、法テラスの弁護士さんに助けられて3年かかってようやく離婚が成立。子供は元夫と面会交流があるんだけど、自分は3ヶ月に1回連れてくのすら辛いので、毎回私の父親に子供を預けて面会交流の場所まで連れてってもらってる。子供には、父親が暴力を振るっていた記憶はないみたいで、私も行ってらっしゃい、明日お父さんに会えるね、楽しみだね、とか言ってるけど内心そわそわ。まあもうちょっと先になったら直接連絡取ったりするのかもしれないけど、いつまで経っても心の落としどころが見つかりそうにありませんっていうのあったじゃない。うん、それに関してですね、うん、分かるよっていうメールがたくさん来たんですよ。人のエンタメに乗っかるだけじゃなくて、人の心を軽くすることもできる。それが、はい。オーバーザさんですね。ありがとうございます。はい、お願いいたします。いくつかご紹介しましょう。スーサミカさん、おはこんばんちは。34歳おばさん村からの招待状が届くのを待ちわびる緑のハイボールと申します。前回の離婚した夫との面会交流の件でメールをさせていただきました、はい、両親が離婚した子供側の経験者です、うん、私が中学1年生の時両親が離婚しました。家族が最後に集まった話し合いの場で、父親に子供はいらない、引き取らないとはっきり言われました。2個下の弟はきちんと意味が分かっているか分からないですけど、とにかく泣いていて、私は唖然としていました、うん、母親と暮らすんだろうなと思っていましたが、まさか面と向かって子供がいらないと言われるなんて思っていなかったので、ね、そこから3年ほどは2ヶ月に1度ほど面会をしていましたが、気がつけば連絡がなくなり、うん、会わなくなって20年ほど経ちました、うん、母はこの年まで大切に育ててくれましたし、父親がいなくても幸せに生活できるようたくさん我慢してたくさん頑張ってくれて感謝しかありません、うん、でもいらないと言われた呪いはじわじわと自分を蝕んでいると思います。男性に対する認めてほしい欲や認められたい欲が人一倍高く、うん、父親の穴を埋めようとしているのも自分で分かっているし、自己肯定感の低さとプライドの高さも相まってか、どうしようもなく悲しくなって酒を飲みながら暴れ泣くこともしばしば、かっこ笑、うん、なので投稿者さんにお伝えしたいのは、父親はお子さんのことを捨てたわけでないことをきちんと分かるまで面会してもらうとか、言葉にしてもらうとか、旦那様にしてもらってほしいのです。母親からはどうにもならない父親からの愛をきちんと受け取らせてあげてほしいのです、うん、大人になってスマホで直接連絡を取って知らないところで父親とお子さんが会ってと言ってらっしゃいましたが、投稿者さんがお子さんを大切にしている気持ちがちゃんと伝わっていれば、会いたいと思ったとしても投稿者さんに一言伝えてから会ったり、会わない選択をしたり、投稿者さんに寄り添った行動をお子さんはしてくれると思いますよ。私は会いたい気持ちは全くないですが、弟は最近結婚して子供が生まれたことを父親に伝えたいけどどう思う？嫌ならやめるよと母にも相談していました。投稿者さんと母を重ねてお話を聞いてしまい、そういえば携帯を持っていかないで連絡先を交換しないでと面会の時に母に言われたことをふと思い出し、母も父親に会わせるのは辛かったんだろうなとふと涙が出てしまいました。
大丈夫ですよ。お子さんも大人になれば母親がどれだけ大切にしてくれていたのかわかります。今は大切にしてくれた母に感謝しかないですし、反抗期もありましたが、今ではしょっちゅう二人で旅行に行って、友達のように何でも話せる関係になっています。長文失礼いたしました。季節の変わり目、どうぞご自愛ください。ありがとうございます。ありがとうございます。ね、そうね、こういうアドバイスは本当に力になりますよね。捨てられたっていうふうに思わせないことっていうのが子供にとっては大事っていうのは、ちょっと私は全然やっぱそこまで、前回その四十川さん言ってたけど、そういうふうに言われたって言ってたけど、うん、まあなるほどな、そうだよなって、うん、でもそれがその自分の今の性格だったりとか、そういうのにも影響してきてるっていうのも自分で分かってるっていうのもね、うん、なかなかしんどいことですけど、うん、受け止めて毎日暮らしてるんですね。メールありがとうございました。ありがとうございます。もう一ついきます。スーサミカさん、おはこんばんちは。いつも仕事のお供に楽しく拝聴しています。33歳プレおばさん、シャチコと申します。 DV が原因で離婚をされたという四十からさんの投稿を聞き、私の経験が少しでも参考になればと思いメールしました。私の両親は私が2歳の時に離婚しています。離婚後は母の実家に戻り、私が19歳になるまで父には一度も会うことがありませんでした。私の家族は母、祖父、祖母の4人家族でした。父の記憶は全くなく、父がいないことに疑問を持つこともありませんでしたし、もちろん寂しく思ったこともありません。家族はとても仲が良く、みんな私にありったけの愛情を注いでくれました。その後、良き友人や環境に恵まれたこともあり、至って平凡な人間ですが、自己肯定感だけは高く幸せに成長しました。大学生になり、自分の父親がどんな人間なのかふと気になり、母に相談し、連絡先を教えてもらいました。それから数年に一度出張の時など機会があれば会うこともあります。話していると自分と似ているところがあるなと思ったりもします。でも私はずっと母の味方です。結婚生活でどんなことがあったかを聞き、よく3年間も頑張ったなと思っていますし、専業主婦のまま離婚し、仕事を始めてからも大変だったのに、ここまで育ててくれたこと本当に感謝しています。私は両親が離婚してよかったと思っています。それは母が毎日忙しくも楽しそうで、家族みんなが仲良く、笑いの絶えない家庭だったからです。ちなみに母は私が中学生の時に彼氏ができました。今も内縁関係が続いています。私はもう家を出て久しいのですが、今も二人が仲良く出かけたりしている話を聞くととても嬉しくなります。私にとっては父親に会えることよりも母が毎日楽しく生きていることの方がよっぽど人生に影響しました。面会なんてさせなくていいということではなく、四十からさんも同じように悩んでいる方も、ご自身が楽な道、笑っていられる道を選ぶもの一つではないでしょうか。長文失礼いたしました。暑さ厳しきよりご自愛ください。ありがとうございます。そうね、そうね、そうね、なんか嬉しいですね、こうやって皆さんのね、なんかこう輪になってこう喋ってる感じがします。そうそうそう、はい、おはこんばんちは。人生初めてラジオにメールします。お、今年50歳になるシングルマザーです。毎回楽しみに聞かせていただいています。いつかメールを送りたいと思いつつ、今回大場座さんメールの送り方で検索してアドレスをゲットして送っております。ありがとうございます。私は結婚して11年後、子供が2歳半の時に離婚し、やっと今14年経ちました。大好きで結婚し、浮気され、浮気相手に対して本気だけど私も大事だという言葉を信じ、関係を数年かけてやり直し、やっと授かった息子を子育て中にまた浮気され、問いただしたら私と別れたいの一点張りで、いざこざしましたが、別れてもどうせ私以外は無理だろう、戻ってくると思っていたら、彼は全くそんなことなく元気に家庭を持っているようです。もうなんか、いいよ、ほっとけほっとけ、もうほんと。我が家は息子ですが、ある程度大きくなったところで離婚の理由を話しました。元夫は全く息子に会いたがらないので、その点寂しいやら複雑な心境でありましたが、今思えば正直助かっています。面会が離婚の条件なら仕方ないのかもしれませんが、成長していけばお子さんの意思で会わないという選択も出てくるだろうし、離婚の理由を知りたがる時期が来れば少しずつ話をしてあげれば良いのかなと思いました。まだまだ DV の傷は癒えていないだろうし、この先もずっと続くかもしれませんが、自分を大切に、今とちょっとだけ先のことを考えて、そして協力してくれる親御さんを大切に日々をお過ごしください。
昨年離婚時ももちろんいつでも私の人生最大の味方だった父を看取りました、うん、最近自分を大切にすることは親含め周りのみんなも大事にすることにつながっていくような気がしています、うん、ああいいこと、うん、はい。だらだらと長い文章になりましたが何か言いたいかと申しますと、人生やはり時間しか解決してくれることもあり、かっこ一生解決しないこともありますが、うん、そして嫌なことは嫌だけどやってるんだと言葉にしても大丈夫だよということです。皆様ご自愛ください。そして人生楽しみましょう。ありがとうございます。タイムヒールズエブリシング、うん、罪悪ですね、うん、ね、罪悪に助けられているところもあったりなかったり。ちょっと四十からさんと同じような感じの方から、うん、はい、はい、47歳バツイチ、おいくら万円です。私も DV とモラハラが原因で12年前に離婚しました。当時息子4歳、面前 DV もありましたが、うん、息子は覚えていません。私も四十からさんと同じく相手に会うのがとても怖くて、私の母に取り継いでもらっていました。よくわかります。私も息子が父親がいないことで自尊心を傷つけたりしないか心配だったものもあり、合意書で月1回上限8時間の面交が決まり、成長に合わせて柔軟に話し合いによって回数や宿泊も変更できるように決めておりました。小さい頃は別に暮らしているが父親がいることも息子に納得して、父親とその家族に会える日を楽しんでいました。不意にお父さんいい人だよ、お母さんも会ったらなどと息子から言われ、お母さんはお父さんが怖いから無理だから息子くんだけ楽しんでおいでとはっきり伝えていました、うん、小学校高学年の頃になると相手から高価なゲームやスマホなど、息子に与えられ、私や私の母を介さずとも連絡がつく状態になり、反抗期も始まって結局話し合いなどしないまま息子自身が父親と連絡を取って会うようになっていました。で、私と息子が喧嘩したりすると、そんなんだから離婚するんだよと息子に言われたり、父親のとこに行くぞと脅されたり、うん、もうこの頃が一番心配でした、うん、中学生になると部活や塾などで忙しくなって、月1回の面交は3ヶ月に1回ぐらいになり、たまに会っても食事だけにして2時間くらいで帰ってきまして、その頃から息子は別に会わなくてもいいんだけど月1回だし小遣いがもらえるからというようになりました、うん。で、転機が訪れたのは中学3年生の頃、息子が進路を真剣に考え父親に相談しましたが、何の参考にもならず、なぜか進路に関係ない暴言を浴びせられ、息子はもう二度と父親と会いたくないと言って帰ってきたんです、うん、中学生になってから積極的に会わなかったのは、話が全く噛み合わなくなってきたことや父親からのモラハラも少なからずあったようです、うん。で、進路が決まったことで息子の反抗期つきものが落ちるように終了して、希望の高校に進学。私や私の母との関係は非常に良好です。たまに父親からショートメールも来ているようですが、無視していると言っていました。もう2年間面交はしていません。ちなみに元夫は、息子に会わせないなら養育費を止めると私に言ってきましたが、息子が母親とおばあちゃんが会えと言っても僕はもう会う気はない、父親としての義務を果たせとはっきり夫に伝えたらしく、養育費はそのまま継続しています、うん、しっかりした子に育ちました。お嬢さんにはお母さんである四十からさんがきちんと話を聞いて、いつでもあなたの味方であること、もし行きたくない時はそう言っていいよと伝えてあげてください。特に女の子は思春期に入るのも早かったりするので、10歳を超えたあたりから逆に父親を毛嫌いすることもあるのかもしれませんね。そして父親からの性暴力がないか常に目を光らせてあげてください。ここはちょっと悲しいけど、でもね、本当にそうかもしれないです、うんうん、男の子と女の子の大きな違いはその点でしょうか。長くなってすみません。四十からさんとお嬢さんが健やかにお過ごしになれますよう幸せを祈っておりますということでございますが、はい、うん、ありがとうございます。こちらの方からもいただいてます。スーさん、ミカさん、おはこんばんちは。おばさんネーム、41歳のサウナーです。先週の四十からさんの不死面接についてのお話について、年齢も離婚時の子供の年も近くて自分だけじゃなかったんだと涙が出ました。私は性的暴行と稼がないモラハラ夫、うん、加えて息子が自閉症と分かり、なんとか自分の精神状態を保つのと息子を守るのに必死で、世間ではたびたび問題となるこの連れ去り行為を相談した弁護士に勧められ、息子が3歳の時に結婚しました。
その後1年間の調停の末に何とか離婚が成立しました。調停の際に親権で揉めに揉め、私は生後7ヶ月からフルタイムで働き家計を支えてきたのに、うん、働いていない元夫の方が子供との時間が確保できる、あなたは稼げるから養育を払えばいいと調停員に言われた時には、うん、愕然としました。ひどいねこれもね、うん、離婚の条件は月2回の面会と小学生になったら宿泊付きにすることでした。私は四十からさんと同じく顔を見るだけでも吐き気がするので、なんとか不死面会を月一にしたかったのですが、裁判所はこの福祉を優先するため叶いませんでした。うん、離婚してからは不死面会が憂鬱でサングラスをしたりマスクをしたり、逃げるように息子を引き渡していましたが、元夫から挨拶ぐらいしろやと怒鳴られ、ああ反論して殴られたら、今は他人だからこの人を捕まえてもらえるかなと思うほど憎くて仕方がありませんでした。その後も不死面会のたびに心配で息子の荷物に GPS を仕込み行動を監視していましたが、うん、幸い元夫の両親の家に滞在することが多く、元夫は一人っ子なので元夫の両親からしたら唯一の孫になるため変な気は起こさないだろうと少しずつ安心できるようになりました。息子はすくすくと育ち10歳になりました。息子にとっては優しい父親のため、どうしてパパと離婚したの？親が離婚している友達はいないよ、僕だけだよと小学生になった頃からたびたび言うので、一度しか言わないし、ママが思う理由だからパパはまた違うことを言うと思うし、あなたがパパと暮らしたいならいつでもそうしていいし、あなたはパパが好きなままでいいのよと前置きをした上で性的暴行は伏せて話しました。息子はただ一言分かったと言い、それから質問することがなくなりました。変わらず不死面会を楽しみにする息子と心配で家で待機する私、いつも不死面会後に息子にママは今日何してたのと聞かれ、ずっと家にいたよと答えていたら、ママ彼氏でも作ったらと言われてハッとしました。ママである私も有意義に過ごしていないと息子も素直に楽しかった不死面会の話ができないんだなと。それからは割り切って自分の時間に費やすようになり、今ではこの時間があるからこそリフレッシュできて仕事も子育てもなんとか両立できています。少ない養育費ですが、それすら支払いが滞っても厳罰のない日本、幸い元夫は支払いは遅れても払い続けているのでそれだけは評価しています。離婚して6年経って子供が異性なのもありますが、父親という存在は大事なんだなぁと痛感しています。離婚の理由を聞いてきたのも自分が原因ではない、捨てられたのではないと思いたかったのかなと思います。宿泊から帰ってきた息子は、ママのご飯が食べたかったよ、ママの方がパパの2倍好き、ママが一番僕のことを分かっていると言ってくれます。仕事と育児で心の余裕がなく、ついガミガミと怒ってしまい、自己嫌悪に陥りますが、息子はしっかりと両親の姿を見ているようです。四十からさんも今は辛いと思いますが、いつか不死面会を続けてよかったなぁと思える日が来ることを願っています。うん、辛い思いをした分、負けへんで精神で自分の人生も楽しめますように。私は今では、不死面会時は気合を入れておしゃれをしています。うん、あんたなんかいなくても人生を謳歌してますよってオーラを出しているつもりです。ご助会の皆さんやスーさん、ミカさんの話にいつも励まされています。辛い話こそ友人や近しい人には話しにくいので、このポッドキャストはとっても貴重な場だと思っています。まだまだ暑い日が続きますが、皆様ご注意ください。41歳のサウナーより、うん、ありがとうございます、うん、ね、うん、みんな頑張ってんね。よく気持ち切り替えた。偉い、ね、そう偉いよ本当に。なんかすごいよね、自分がその時間楽しんでないと子供が罪悪感を持っちゃって、うん、不死面会の楽しい話を自分にできないんだって気がついてから、うんうんうん、自分も振り切り、すごい、うんうん、強いくならざるを得なかったんだろうと思うけど、ね、そこにたどり着いたのは本当に素晴らしいよ。これから多分いろいろあるかと思いますけれどもね、うん、ね、そうよ、うん、なんかさ、何々がいなきゃみたいな話になったら、そりゃ両親揃ってて兄弟がいておじいちゃんおばあちゃんがいてお金があってあるものは全部あってみんなが幸せで誰一人嫌な人がいない方がいいに決まってんじゃん、そんなの。だけどそんなさ、フルハウスみたいなことはなかなかないわけで、じゃあ何かっていうと結局はあるものでやっぱりさ、うん、幸せになっていくしかねえじゃん。そう、自分が持ってるものでやる、うん、でもあるもので幸せになっていかないっていうのが一個ね、まず。だけどもう一個あるのは、私にはこれはトゥーマッチだとか、私にはこれは不釣り合いだみたいなことも思わない方がいいよっていうのも一つじゃん。うん。なんかやっぱり、なんて言うんだろう、私もそうだけど、コンプレックスがあったりとか、自分自身のことをあんまりうまく評価できないと、もう一つ先のものが提示された時に、
自分用のものじゃないと思っちゃうっていうこと、もう私もうないよ、うん、もう今もガツガツ全部、うん、それもわしのじゃ、これもわしのじゃってなるけど30アラスフォーぐらいまではそうだったよね、うん、あ、これはなんか私にはちょっとトゥーマッチとか、うん、力不足で無理とかいうことあったけど、うん、そういうのもやめた方がいいよね、うん、なんか、うん、でもあるもので料理してうまい飯作ろうぜっていう気持ちもあるよね、うんうん、でも子供たちこういろいろね勇気を与えてくれるんだ、こうやって結局最後に、うん、子供がね、うん、自分にね、うん、生きる力を与えてくれるんだね、そう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 、なんか聞いてる人でシングルマザーの人とかもいるだろうしさ、うん、なんていうの、そのもともと母親に値する人がいないとか父親に値する人がいないっていう環境で子育て一からやってる人もいるわけじゃない、うん、聞いてる人の中で、うん、だそれでもそう自分がね救ってたつもりが救われることがいっぱい出てくるからですよね、うん、思いますわ、うん、はい、というわけで皆さんメール本当にありがとうございました。ありがとうございます。今回はねこの辺までにしておきましょうかね。そうですね、はい、はい、オーバーザさんでは皆様からのメッセージをお待ちしております。送り先は番組メールアドレス over@tbs.co.jp です。アルファベット小文字で OVER となっております。はい、次週はですねこの間ツイッターで堀井さんも言ってたんですけど、私だけ真面目に生きててバカみたいの会というですね、あ、こちらの会員の方の、はい、入会試験を行いたいと思いますので、わかりました、いかに自分がバカかということをですね、はい、真面目に生きてるっていうことですね。そう、ただなんかみんなのがやらないことを自分だけがやって、うん、バカみたいみたいな話じゃなくて、もうちょっとバカな、それはすごい大変だなと思うけど、それはバカじゃなくてよく頑張ってるねって話なので、うん、もっとバカっぽい話がいいですね。あ、なるほど、うん、例えば、はい、大真面目に列に並んでいたら、はい、クラスメートは全員裏から入ってたみたいなのがあるじゃないですか、そういう。あ、私は正月に言いましたけども、うん、正月3日間ね、それやってたんですよ。うん、四角四面に、そのルールに乗ってた列が全部、うん、全部直角に、うん。どうだった？ルール通りに。バカみたいだった。今ちょっとね。緩くなっちゃってね。斜めにちゃってね。そうそう。なので皆さんそうやってですね、ちょっとそういうですね、はい、バカバカしい方の。そうです、そうです、うん。私だけ頑張っててみたいな話はすごいわかるんですけど、それは全然バカのうちには入らないので、はい、もっとアホみたいなね、うん。だから自分だけなんかスピーディーワンダーってずっと言ってたとかさ。スピーディーワンダーって教わったからずっとスピーディーワンダーってスティービーだったみたいなさ、あるじゃん。うん、ありますね。そうそうそう。ありますね。私が一番なんでこれ言いたかったかっていうと、他に好きな人ができちゃったんだもんとか、うん、どうしても決められないからどっちとも合ってるみたいな話を聞いたんですよ、たまたま。うんうん、みんなをよろしくやってんなーと思って。もう真面目に。待ってわよ。そう、変わったことなんか全然、真面目に一個一個契約終了させてから次の更新するとしないかみたいな。おい、あれみんな真面目にやったかな、やろうと思って。で、真面目に生きてきてバカみたいなんだよ、と。こんにゃろ。こんにゃろ、もうね、これめ、こんにゃめ、ちくしょうめ、と思ったんでっていう話なんで、そういう話。こんにゃろ、こまねちってことですよね。そうそうそう、わかりました。よろしくお願いします。番組初となる公式グッズも好評発売中です。エアコンが効く室内には膝掛けブランケットもおすすめ、まあ、皆さんぜひすずりバイジームをペパボ、こちらの中にあるショップにアクセスしてください。はい、それではまた金曜日の夕方5時、オーバーさんでお会いしましょう。ここまでのお相手は堀井美香と JS でした。オーバー TBS Podcast